夢ラジオ第352回、今日は平成29年4月18日火曜日です。時刻は午前10時、マーケット開いていますね。昨夜のニューヨークダウ上がってますから、今日の日経平均も上がって18,500円台まで戻りました。まあこれでも底値っちゃ底値ですね。私は今日はいくつか取引を行いました。ただし、まあ今月末から来月にかけてのフランス大統領選挙がマーケットのテーマになります。どっち行くか分かりませんので、ポジションを大きくしたりはしていません。横浜港北、もう街はすっかり明るくなって、なんかマンション前の森の緑もより鮮やかになってきたようです。昨日の雨が森に緑をもたらしました。今から5月にかけて緑燃える季節、楽しみです。夢ラジオ第352回、今日は文学作品忘却の川取り上げます。忘却の川、今でも買える本ですね。絶版にはなっていないようです。新潮文庫で買えますね。福永武彦って人の作品、福永さん。今から50年ぐらい前に出版された作品で、50年ちょっと前かな。だからまあ最近読まれる文学作品とはやっぱちょっとノリが違います。が、そこで使われた技法とか提出されたテーマっていうのは、まあ今読み返してもわからなくはない。しかも今の文学とはね、今の文学作品とはもう全然違うんですけど、当時のものはこう自分の内面にぐっとこう視点向ける、そういう作品が多くて、1960年代ですよ。だから自分の内面にぐっと視線を向ける作品が多くて、それの代表格はまあこの「忘却の川」と言っていいでしょう。だから当時はよく読まれたんですよ、これ。今はなんか忘れられてしまいましたが、しかも未だ絶版になってもいないってことは、それなりにファンも続いているっていうこと。まあそれをご紹介します。会社経営しているおじさんが主人公なんですよ。で、そのおじさんがまあ若い女の子を街で助けるわけですね。で、その女子のために、いろいろしてあげるわけです。アパート借りてあげたり。で、その彼にはね、まあ、社長って言っておきますか。社長にはちゃんと妻もいて、子供も2人で、子供は女子が2人いて、だからまあ自分の娘と似たような年代の女の子を街で拾って、
ね、その子が困ってるからアパートも借りてやったみたいな、そういうシーンから始まるんですね。しかもそういうシーンからって言うんですけど、もう今そのアパートにそのおっさん一人ですよ。女の子バイバイとかって言ってさ、ありがとうとか言いながら、まあ、どっか行っちゃったわけですね、置き手紙でもって。まあ忘却したいことがあったんですよ、そのおじさんには。昔っていうか、ローマの神話にはね、忘却の川っていう川があって、その川の水を飲めば忘れられるんだそうですよ。それがこの小説のタイトルでもありますね。だからこの社長さんにもその忘れたい何かがあった。で、その忘れたい何かゆえに、今回も全くしなくてもいい、ね、無駄だった女子の救出、最終的には救出できないどころかちょっと遊ばれて終わったというね。まあ昔、その社長さんがまだ若かった頃に、そのとあるね、療養所で体壊して入院していたんですよ。ところが、まあ、そこにいたその看護婦さんと、まあ、その療養所にいた彼、若い彼、まあ、良い仲になるんですね。仲良くはなるんですよ。けれど、結局、別にそこに療養しに来たわけで、いつか彼は、まあ、元の生活に帰らなきゃいけなくなると。で、その彼との別れに絶望したその看護婦さんが絶望して自死したというね、そういう過去がまた語られるわけなんですね。しかもその過去がですね、急にドーンと入ってくるんですよ。私は思い出すのだがとか、こんなんじゃない。彼がその時思い出していたのはとかじゃなくて、急に過去の若い、その、ね、今社長さんの若い彼と、その当時の看護婦さんとのシーンにパッとなっちゃうわけですね。あれ？とさっきまでアパートの中で女にね、捨てられて立ち尽くしてるおっさんだったんじゃないのかみたいな。これがこの小説の一つの特徴ですよ。場面がね、パッパッパッと変わっていくんですね。そして、この社長さんの視点が第一章。それから次、長女の視点。あるいは次女もいるんですけど、次女の視点。そして妻の視点というね、こういう形で、それぞれ、章が変わると、またさっきの社長さんが彼になっちゃうんですよ。そしてそのそれぞれの家族の視点からみんなバラバラなんですね、家族にはなっていても。同じ出来事も全く違う風に見ているし、当然お互いの内面も知らない、分かり合えてもいない。特に、その、妻ですね。さっきの社長の。もう妻今、もう病に伏せってる病床の身にあるんですよ。で、その妻に対して、さっきの社長さんはね、まあ表向き優しい言葉もかけるんです。そして、今までの結婚生活、娘も二人できましたが、それでも別に、ね、その夫から、さっきの社長さんからなんか残酷なことをされたことは一度もなかったと。けれど今ね、病に伏せり、もう死も近いことを悟り、全く自分は夫のことなど愛してもいなかったし、
夫も自分のことをおそらくは愛してくれてはいなかったろう。そして夫の心の中には自分にはわからないけどね、妻からはわからないけれど、誰かがいるんじゃないかと。それを自分から問いただしたりしたこともなかったし、もちろん夫がそのことを言うことはなかったけれど、自分以外の誰かが夫にはいて、その存在感に自分の存在感は比べようもない。ただ妻だっただけ。しかもね、その妻、今もう病に伏せってる妻、もう起き上がれないんですけど、彼女の心にもやはりその誰かがいるんですよ。クレさんっていう男の人がね、クレっていうのは名字ですよ。広島県の呉市、クレさん。その彼は海軍のね、学生で、だから海軍の制服着てるわけですよ。若い妻がまだ若かった時に、そのクレさんが、まあ、妻の前に現れて、彼女の心を揺さぶるわけですね。けれど、やっぱ出征していくんですよ、クレさんが。で、自分の思い伝えられない、若い時の妻は。そして結局クレさんがね、戦死したっていう、そういう知らせを、まあ、戦後受け取って、で自分は結婚もして家庭も作って子供もいて、で今に至ったけれど、その今自分にね、その今自分にこう蘇ってくるのは、あの時のクレさんの姿。もう彼しかいないと。何もなかったんですよ、淡い思い抱いただけの。で彼はもう戦争からは帰ってこなかった。けれどね、今優しい言葉かけてくれる夫の言葉より何より、クレさんの思い出にすがってるんですね、もう。で、最後は早くクレさんのいる向こうの世界に行きたい。もうこの世はいいと。そしてクレさんに対して、もうすぐよ、心でつぶやいてるわけですね。小説の最後は再び社長の視点なんですよ。別に問題が何にも解決してないどころか、まあここまで読んできた人はね、家族の孤独を、まあ、思い知ってるわけなんですよ。そしてその孤独が上書きされるっていうんでしょうか。まあ、やっぱ暗い小説ですね。で、暗い小説なんですけど、やっぱりその同じ出来事を家族の別視点から見たら全く違って見える。これが学生の頃私には新鮮でしたね。こんな技法あるんかと。一視点から書くんじゃなくて、そしてそれぞれのね、正立の時、つまり社長の章、妻の章、長女の章、次女の章というその時にはですね、それぞれの登場人物の心にぐっと入り込んでいく。だから長女から見ても、さっきの社長さんはね、まあ世間的にはいい父親だったんだろうけど、やっぱり何かを心割って話し合ったことなんか実は一度もなかったみたいな。で、この長女はね、結婚しようかなと思ってる人もいるんだけど、そのことについて悩む時、やっぱり父親からも、そして母親からも、
やっぱり人生の先輩としての言葉聞くことはできないんですよ。とうとう、まあ愛と孤独っていうんでしょうか、それがこの小説のテーマではありますね。しかもそこで言う愛っていうのは、結ばれなかった愛、実りえなかった愛、こちらこそがいつまでも心に残り、表面的な夫婦とかそういうものは全く形式的であったと。ですから今長女がね、その結婚するかしないかという段階なんですけど、たとえ結婚うまいこと言っても、結婚そのものがね、成就しても、ひょっとしたらその結婚も今回のような形式的なものにいつかなりはしないかみたいな、そういうなんか可能性みたいなものも暗示している小説。登場人物はみんなバラバラです。そしてそれぞれ他の人には語りえない愛ね、他の人には口が裂けても言えない愛、それを心に抱えて、まあだからそのね、神様もいないし、連帯もないし、一人一人が投げ出されているっていう点では、この福永の作品も実存文学と言えなくはない、言えるは言えるでしょう。もちろん福永はね、東大でフランス文学専攻していますから、サルトル、カミュ、この辺り知らなかったわけはなく、ですからやっぱその影響を見られる、実存文学の影響が見られるなっていうね、一人一人の登場人物の投げ出され状態にスポット当てる。ただやっぱ日本人の作品ですからね、残酷さはなくて、ね、西洋の作品みたいに人をバーンと殺したりとか、そういう、あるいは無意味なね、無意味な殺人するとか、そういう、あれ処刑されるとかね、そういうものではなくて、なんか投げ出され状態のままね、登場人物が自分の内面を深く掘り下げていくみたいな、そういう作品。塾の先生になりたての頃はね、この作品も塾生に紹介してはいたんですけど、ちょっと最近紹介しにくいなーって、今の高校生とかこんな作品わかるのかなーなんて思って黙っていますね。ただ、さっきも言いましたが、絶版になっていないというわけで、今も一定読者層はあるようです。352回目の夢ラジオ、今回は文学作品「福永武彦の忘却の河」取り上げました。外が明るくなってきますね。もうじきお昼です。